憶がないんですよ、2時間前から。気がついたら午後8時になってたんですよね。真っ暗なんですよ。あれー、寝ちゃった。2時間寝ちゃったよ。この後まだたくさん食べるものあるのに寝ちゃいました。気持ちかった。綺麗、綺麗ですね。炭花火。出ましたよ、エビ。エビを焼いております。焚き火もようやく開始しました。結構夜になって冷えてきてくれたので、これで温まれますね。汗かいたからね、さっき寝た時に急に体が冷えましたね。あったかーい。エビさんたちがいい感じに焼けてきましたね。なんかね、ルーメナーがね、不具合なんですよね。充電ができない。おっと。充電してももうマックス1段階までしかいかなくて、ですぐ切れちゃう。これ確かね、一番弱い光だったら100時間ぐらい持つんですけど、いやー今年はね、機械運悪いですわ。この買ったばっかですからね、しかも高いんですよ。1万5000円ぐらいするんですよ、この照明。まったくもう。はい、エビいただきます。マジでエビはうまいとしか言いようがありません。うん。うん。やばい。うまっ！ちょっとグロテスクですけど、これはエビの頭ですね。剥いたエビの頭、これサクサクに焼いて食うとうまいんですよ、味噌と一緒にね。はい、メインディッシュの準備をしております。南部鉄鍋をとりあえず温めてます。はい、じゃあ本日のメインディッシュですね。ごま油を敷いて、豚肉投入。はい、豚肉を投入してます。あ、これ結構な量じゃないか。あ、そして早速、あれ、これ大丈夫かな、量多すぎ。あれ、おっと、肉が、あれ、これ大丈夫、量多すぎない、この量。もう1パックあるんだよね。はい、里芋投入。それで炒めた方がいい。はい、炒めて、他のやつはどうしようかね。こっちがちゃんと全部火通ったら最後に投入するか。これを入れてちょっと炒められてるから。はい、具沢山の豚汁、これを軽く、まあ水入れてちょっと煮て、また水入れて、最後に味噌入れて完成なのかなっていうところですね。はい、出ましたよ。いい感じですね。トライポットに南部鉄鍋。いや、煮てます。この後味噌をぶち込みます。ちょっとここで緊急事態でルーメナーが故障したせいで、明かりという明かりが全然ないんですよ、我々。だから持ってる全ての小さな LED 照明を出しましたけど、まだ暗い。LED ランタンで3000円ぐらいでルーメナーみたいなやつ買ったんですけど、やっぱり硬化時間が長い。長いじゃない短い。全然稼働時間が短いです。3、4時間でも暗くなっちゃう。買わない方がいいですね、これだったら。はい、煮立ったので最後の仕上げの白味噌ですね。白味噌を、あ、箸でやります。ぐちぐちとしていきます。
全然なんかもう味噌入れなくてもむしろ美味しそうみたいに、ね、全然張り付いてくる ね。まあ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 曲がりますよそのうち。はい、もっと入れていいんじゃない。もっともっと入れる、うん、やばい。あのね、チョイス間違えたね。白味噌、最強白味噌を買ったんですけど、甘いだけで豚汁の味にならないで、今急いで塩足したり醤油足したりで、あのもうこれ以上しない方がいいかも。見た目だけ美味しそうに焼けしてます。やばいっすこれ。はい、はい、じゃあ最強豚汁、最強味噌で作った最強豚汁いただきます。嫌な予感だぜ。あっか、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 うん、あっこ、あんま言えない。なるほど、豚汁ではないけど、確かにこういう料理があるのかもしれない、こういう料理はこういう料理でうまいかもしれないっていう結果に至りました。ちょっとさっきのが濃すぎたんで、水入れたらね、本当になんつうんだろう、田舎鍋というかけんちん汁というかそんな感じになってかなり美味しくなりました。あ、見た目完全にシチューですけどね。はい、もう時間もだいぶいい時間になってきたんで、この鍋をつつきながら、あとはゆっくりとお酒を飲んだりつまみを食べたりして1時間ぐらい語らって寝ようかな。寝ます。というわけで皆様、また明日お会いしましょう。おやすみなさーい。おはようございます。朝7時半ですね。昨晩ですね、12時過ぎから1時ぐらいの間に寝ました。お腹を冷やしてしまって、何回もトイレに行ってもうお酒全然飲めなかったんですよね。体調正直最悪でした、昨日に関しては。だけどやっぱ寝るとね、元気ですね。今日すごい元気です。この状態で一からキャンプをやり直したい。やっぱりキャンプ場の朝いいですね。好きですわ。あまり寝れてなくても早めに起きる価値はありますね。涼しくて他のキャンパーの方々の様子を伺うのが非常に楽しいです。だいたい皆さん焚き火してらっしゃいますね。私もしようかな、焚き火ね。すごいっす、私が起きたのは7時なんですけど、11時になるまで誰も起きてこず、結局ね、私は焚き火したりちょっとずつ片付けしたり、ずーっと白猫プロジェクトっていうゲームやってました。で、今一人起きたんでちょっと片付けしながら昼ご飯の準備をします。ちょっとテントもね少しずつ片付けてます。はい、昨日の食材ですね。これ全部本当は夜のうちに食べるはずだったんですけど、なぜかね、皆さん体調悪く食欲もなく、酒もね2杯しか飲まず、こんだけ余りましたね。これも余裕で飲みきれる量だったんですけどね、飲みきれず全部持ち帰りです。じゃあこれちょっと今から作っちゃいます。
今涼しくてですね、12時前後なんですけど、最高に楽しいですね。体調もいいし、ご飯も美味しいし、いろいろはかどります。青の原ならではなんですよね、こうやってゆっくりできるの。はい、明太子パスタ。小指が入ってますね、人間の。あ、うまっ。見た目悪いですけど、あ、うまっ。明太子最強だね、何でも使えちゃうわ、うめえ。はい、エビチリ食いまーす。これうまい、ほんとうまい。セブン、おっとっとっと、落ちる落ちる落ちる。うん、うまっ。ラスト、シシャモちょっと無理やり置いちゃってます。はい、片付けほぼ終了しましたね。あとは車の中に詰め込むパズルをやっておしまいです。このね、やっぱり100均の椅子がね、折りたたみ椅子、いつも使ってる折りたたみ椅子を使い終えてもなお活躍してくれるので、本当にね重宝しました。で、今回もですね、青の原キャンプ場来させていただきましたが、やはり夏キャンプは涼しいところ行かないとダメですね。ここでも暑かったから、夏はちょっと思い知りました。春秋、そして夏は春秋キャンプが良くて、夏は道志の森とか山奥に今後は行こうかなと思いました。というわけで、今回のキャンプはここで終了させていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価などしていただけたら嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の旅で、バイバイ。